このリポートにはショッキングな映像が含まれています。ランタンはヒマラヤ山脈で最も美しい谷の一つと思われています。しかし今では言葉にしがたいほど恐ろしい災害現場となってしまいました。2人のイギリス軍グルカ兵と共に偵察機に乗り、ネパールで最悪の被害を受けた村に向かっています。谷の上の方にあるランタンの隣村に着陸します。ランタンではイギリス人観光客が少なくとも1人行方不明です。23歳の青年です。もっと多くいるかもしれません。ここにもかなりの被害が見られますが、これからご覧いただくものと比べたら何でもありません。ランタン村はネパールで最も人気の高いトレッキングの名所で、435人が住んでいましたが、ほとんど何も残っていません。地震で大規模な雪崩と地滑りが発生しました。信じがたいことに、55のホテルやゲストハウス、そして村人たちの家が氷と岩の下敷きになってしまいました。残ったのはこの家1軒だけです。すべてを失いました。家族を失ったんですか？はい、母と兄弟、村中がみんな失いました。誰もが自分の家族を失ったんです。もう何もありません。これが村の跡なんですか？氷が覆っているところ、そこにゲストハウスがあったんです。氷河にすっかり覆われてゲストハウスが見えません。つまり氷がゲストハウスを覆ってしまったんですね。ここには52人の遺体があります。いくつかのグループに分けられています。あちらが亡くなったネパール人の村人たち、こちら側が村で働いていた人たち、さらにこちらが外国人です。4人の遺体があります。こちらに着いてからさらに1体遺体が収容されました。若い女性の観光客のものです。救助隊によると、すべての遺体を見つけるまでに何週間もかかるかもしれないそうです。